2018年3月の16日、朝の10時13分です。アンチに喧嘩売られたので、とつ待ちをします。よろしくお願いします。腹立つわ、本当に。はい、解放いらっしゃい。はい、ディオブランドさんいらっしゃい。よろしく。桜花火ありがとう、みーすけ。景気いいね。ありがとう。サンキュー。よりコツはないです。初見さんいらっしゃい。はい、ワドツ。はい、ソムちゃんいらっしゃい。おお、桜花火ありがとう、チュージョー。ありがとう。何？リクエスト切んのやめてくんね。上がっちゃったよ。いや、上がったったよじゃなくて、何なの？いや、あ、何なの？うん？何が伸びるとか伸びないとか、どこの目線かあ、ら言ってんの、お前。配信じゃないの？配信のこと言ってるんじゃないの？知らないよ。お前が言い出したんだよ。伸びる配とか信、伸びない。いや、配信伸び伸びないじゃないんだよね。言ってること違ってる。いや、だから何の件だよ。言えよ。だからこのままいたら、人生このままずっと同だじから、お人生になる前よがって俺言っのて人る。生を語るってどこの目線から言ってんだよ。何が上なの、お前が。いや、上でないよ、なんも。下なんだ何けも上じど、ゃないのに、なんで伸びるとかおリ前スに評ナー価欲されしいっないてといなっけてねえんだよ。バカなんだろ、お前。ワンゾーさんの下なんなんでだけ俺よど、りも格下の人間がね、上何下一つ勝ってない人間が、俺のこと伸びるって評価できるんだよ。伸び上下ねえと関か係伸ないびそるれとかに。よ。てめえのさじ加減でさ、生きてるわけじゃねえんだよ、こっちは。いや、配信者の上下で関係ないから。は？配信が上だろうが下だろうが関係ないってこと。だからお前の評価基準を言えっつってんだよ。お前の物差しなんだよ。まあ世間一般的なことだね。何世間一般的なんだ。だからどこだよ。だから世間一般的に優れてるところ言えよ、お前が。いや、優れてるんじゃなくて、一で、お般常前が識優がない。れてるから、お前が上から目線で物申したんだろ。俺のこと伸びるとか伸びねえとか。だからそれをどこなんだって聞いてんだよ、こっちは。まず言っちゃうよ、一つ。何？清掃するって、清掃。言われたこと、清掃って何？鮫島さんに言われたでしょ、さっき。清掃した方がいいよって。何の話してんの、お前。鮫お島。前は俺のこと伸びるとか伸びねえとか、お前は俺のことこれじゃ伸びねえわっつったの覚えてるよな、コメントで。わかるよ、わかる。だから、それが清掃の話と何の関係があるんだよ。だから、自分も、そういうのりこさんみたいな、こう、彼女いるの。同じ子、彼女。知らねえよ、そんなの。なんでもないよ。全然なんでもないよ。8年付き合ってるけど。何、何でもないって。何、お前の彼女なんかどうでもいいわ。だから、うんじゃねえよ。どうでもいいっつってんだワよ。ドーさんなもんで、俺力がおで、前なのんと女にで対して何か言ったか？ワドーさなあ。んもできるって。できるってじゃねえよ。てめえみてえになりたくねえから配信やってんだよ。いやいや、悪く言っていなやい、いなやおじすゃぎ。ねえよ。てめえの物差しで俺のこと測んじゃねえよ。俺がおワ前のドー女にさん何か言ったは、かよ。おい！力じゃあれ、答力えじゃろない。よ！答力あえるろかよ！ら、答えろっつってんだよ。俺がてめえの男性女にの、文句言ったかよ、こら！てめえの生き方に文句言ったかよ！お前吠えてんじゃないよ。こっちはまと吠えもにてん話じすゃるねえよ。よ、じゃねえよ。おめえ嫌いなんだよ、前から言ってるけどよ。まともにてめえ話みす。てえな、クズみてえな生き方したくねえんだよ、俺は。だからそんな言い方してないでしょって、こっちは。いや、クズだろ、てめえ。自分だけ吠えてるでしクょ、ズこっだちろ、は。てめえ。クズってないって、そんなもん。クズだろうがよ。ゴミクズだろうがよ。勝手にお吠え前、てるだ月けでしょ、8こっ万ちしこっかち稼は。げてねえんだろ？ゴミじゃねえかよ。ゴミキだレあげよ、ててない？めえなキんレか。ゲー。おめえ、いくつだよ。お前、年齢言えよ。まあ言ったし覚えてないのも。だ、いくつだよ。覚えてるわけ43ねえだだよ。ろ、てめえのことなんか。もう10歳上だって、10歳。あ、お前、42もなって月収8万ってどういうことだよ、お前。いや、42でないし、43でしょ。43にもなってよ、月収8万ってどういうことだって聞いてんだあ、よ。だからね、それね、わかったの、理由が。月収8万って理由わかったの、それ。労働監督署行ってね、聞いてきたの、全部、それ。したらね、その会社ブラック企業だって。当たり前だよ、それ前言ってんだろ。お前そんなもん気づかなくて何年働いてんだよ、バブラカッ野ク企郎。業でね、今更訴え気もづいでたのき、かよ、バカ。しかも俺が指摘して気づいたんだろ。訴頭えも悪ですきぎんんだ、だランよ。ボルギーにね。やめてから訴えれるんだ、その会社は。会社自体ね、違法行為やってるんだ、だからこっそちっれをて。めくったの俺だろうがよ。俺がアド労働バイスし基たん準だよ、法バで聞きカ野たいんだ、郎。全お部。前俺がアドバイスするまで気づかなかったんだよ、バカが。ベイベー、なんだ。だからいや、バカだっつってんの、お前は。労働基準労法働逆局に行もけっつっね、たの俺だよ。
労働基準局行っても、だから行強けっつっ制力たがらない俺かだら、ろう強が制よ。力、強バ制カ力だがろ、おないと、前。自分で訴えない限りね、無理みたいだよ、これ。当たり前だよ、そんなの。だから、労働基準局では動けるけど、指導はできるけど、強制力ないんだって。いや、バカだろ、お前、本当に。だからもうやってろよ、俺と関わんなよ、マジで。そういうことさ、そういうこと言いたはい、いの。次。はい、もう言いたいことないね。はい、はい、わかった、もうわそかっういうこた。とだゴよ。ミゴミ。はい、はい、そされよだなけ。ら。はい、次。はい、次の人。もう、頭くるだろ、こういうやつに言われんの。今のが近江総長だよ。こんなやつに俺マウンティングされてんだよ。しかも労働局に、アドバイスもらいに行けよって言ったの俺だかんね。なんでこいつ上から言えんの？はい、次の人どうぞ。バカすぎるわ、マジで。いや、アンチが呆れるだろ。こんなレベルだよ。はい、次の方。いや、もう腹立つでしょ。こんな奴らにマウンティング仕掛けられてんだぜ。はい、次、いない？もうアンチいない？終わりでいい？いや、わかんない、もう。すげえ腹立つ。いいよ、上がっていいよ。言いたいことはまとめてね。あれ？リクエスト来ないけど。もしもし。リクエスト来ないけど。いや、もう鬱陶しいよね。本当に。リクエストないの？じゃあもう、別にアンチじゃなく、あ、来た。もしもし。もしもし。もしもし？いや、ようじゃなくて。もしもし？いや、ようじゃねえよ。ようじゃねえよ、バカ。喋れよ。いや、もしもしじゃねえよ。コラボだからとっつれよ。なあ。いや、お前のスタイルなんか聞いてねえんだよ。ポー。ポー。お前のスタイルなんて聞いてねえんだよ。コラボ枠なんだよ、コラボ枠。知らねえ。俺の枠だから俺のスタイルでやれよ。なあ。なんでお前のスタイルに付き合わないといけねえんだよ。だから普通にコメント打ってりゃいいだろうがよ。だったら。なんかバカばっかりじゃねえかよ。喋れねえの？だったら普通にコメント打ってればいいじゃん。バカなのね。はい。はい。わかった。バカなのね。はい。お前の負け。はい、さよなら。はい、バカばっかりな、ほんと。はい、次の方どうぞ。いや、もうこんなんばっかりだからね、俺のアンチ。呆れるだろ。いや、だからコラボ枠やるとめくれるんだよ。いかにバカか、こいつらが。こんな奴らが俺にマウンティング仕掛けてんだよ、毎日。びっくりするだろ。みんなさ、どんな人かわかんないじゃん。俺はもう毎日こんな奴らが LINE 来たりとかさ、コラボ来たりするからもうわかってんだよ、バカだっつうの。もう底抜けのバカなんだよ、こいつら。働いてもいなければさ、昼間のこの時間帯にさ、コメント打っててマウンティングだよ。お察しだろ？はい、もういないの？いや、もう。もしもし。どうも。どうも。アンチじゃないんだけど、いいかな、突して。いや、全然いいっすよ。全然いいっすよ。覚えてる？和道くん。ごめんなさい、覚えてないっす。喧嘩突で君のことをボコボコにしたセオちゃんなんですけど。いや、喧嘩突、誰も覚えてないですよ。リスナーさんに聞い YouTube てにみてもいいですちゃか？んと、いや、まあ、ここのリスナーは知らないかもしんない。ニコ生とかツイキャスのことなんか知らない人多いからね。まあ、そんなことはいいんだけど、え、ちょっと待って、そんなことはいいんだけどって、俺のこと喧嘩突でボコボコにしたってことは、俺より喧嘩が強いってことだよね、強い突。よ。やる？いいよ。おお。じゃあ何がいいかな。お前さっきさ、
お前、俺より何が上なんだよってさっきの人に言ってたけど、言ってたよ。お前が伸びるかどうかって、必ずしも上じゃないと評価できないと思う？あのさ、下からの人間、例えばさ、じゃあ、カール・ルイス。うん。陸上速い100メーター。うん。うん。で、足遅いやつに、お前これじゃ速くなんねえよって言われたらどう思う？それはお前の感情なだけであって。いやいや、それはじゃなくて、あなたの感情を聞いてるの。話変えんな。いや、話変えんのは俺のセリフ。あなたがカール・ルイスで、あなたがカール・ルイスで、言われたらどうなのって言ってんの。毎回これな、俺が持ってきた論題をお前がすり替える。これがお前の。すり替えてねえだろう。変えてんだけど、お前感想聞いて、お前感想答えてねえんだったら、だったら質問すんなよ。違うよ。言えるか否かの話をしてんだよ、言えるか否かなんて言ってない。俺が例え話をしてやったんだよ、バカのお前にわかりやすくよ。下のくせに何をお前が言えるすり替えなんてしてねえだろうが。俺が持ってきた問題じゃもう一回言ってみん、ちゃんと。何を言ってんの？言えるかどうかだよ。言えるかどうかってどういうことだよ。だから例え話言ったんだろうがよ。違うよ。下だからといって伸びる伸びないを必ずしも見定められるかどうかの話だよ、バカ。だから下の人間に言われたらどうすんだっつって。だからそれはお前の感情だろ。俺はそんなこと言ってねえよ。感情じゃねえよ。だからどの目線で言ってるんだっていうことを聞いたのねえか。言えるよ。だから言ってみろよ、じゃあ。言ってみろ。何言ってみろよって。お前言えるっつったんだから言えよ。バカか、お前。お前言えるって言ったんだから言えじゃん。お前が言えるっつったんだろ。じゃあ言えばいいじゃねえかっつってんだよ。喧嘩突すればお前っていう人間はさ、なあ、それで今言ってんの？お前だよ。お前がずれてるよ、マジで。なあ、どこがずれてんだよ。言ってみろよ。だから俺が持ってきた話っていうのは、お前がさっき、あの、なんか変なおじさんに言ったのは、お前みたいな下の人間が俺が伸びるとか伸びないとか、評価できるかどうかだよ。それを評価できるかどうかじゃなくて評価すんなっつったんだよ、俺は。評価すんなじゃねえよ。できるって聞き返したから。評価できるかどうかなんて知らねえんで評価すんなっつってんの、俺は。なんで評価されたくないの？ずーっとそう言ってるよ。それはお前の解釈だろ。なんで評価されたくないの？俺はお前の解釈が歪めてんだよ。俺は格下の人間になんで評価されなきゃいけねえんだよっつってんだよ、バカ。話聞け、ボケ。話聞いてねえから、お前が勝手に湾曲して勝手に解釈を歪めてんだよ。湾曲してんの、お前。してるだろうが、俺はずっと言ってんだよ。下の人間になんでこんなこと言われないといけないんだ。ずっと言ってんだから。ザ・タイムシフト見てみろよ。タイムシフト見たら全部見てるから。聞いてるだろうがよ。聞いた上で答えてるだろうがよ。かぶせてくんじゃねえよ、じゃねえよ。お前の発言に対して的確にレスポンスで答えてるだろうがよ。アホかよ、本当に。俺はもう一度発言しますよ。じゃあいいですか。だから言ってみていいじゃん。聞けってこの野郎。お前っていうのはこういう配信アプリで。聞いてるよ、バカ野郎。な、無料でできる配信アプリでお前の私生活なりをこうやって公開してる。お前の発言をこうやって公開してる。っていうことは、その無料のアプリを使ってる。公開してる、公開してるって何熱くなってんのよ。ゆっくり喋ろよ、バカ野郎。何が興奮してるんだよ。公開してるじゃねえよ、お前。公開してる、公開してるって。お前興奮しすぎだよ。ほら、ゆっくり喋ろよ。結局な、こうやってお前が配信している以上、それは言われても仕方ないっていう話だよ、バカ。いや、言われても仕方ないからコメント欄ブロックしてねえじゃん。いや、ブロックしてねえじゃんって、お前仕方ないことをしてんのに、言うなって言ってんだよ、バカ。どっちがバカなんだよ。言うなじゃねえよ。俺の話だから分かってないんだよ、お前は。お前は話じゃなくて、ね。お前はじゃあ俺の話を分かってないんだよ。瀬尾くん、落ち着いて。俺はね、別に意見自由に言ってもいいけど、なんでてめえにマウンティング仕掛けられないといけないんだって言ってるの。意味わかる？だからそういう配信をしてるんだからだろ、バカ。意味わかる？そうだよ、お前が配信をしている以上それはやられても仕方ないってことだからそれをブロックもしてねえし自由に意見書きゃいいじゃんっつってんの。だとしたらじゃあお前が言ってるのってさ、いや俺の話を聞けよ。お前の話聞いてんだ。俺の話じゃあ聞いて。じゃあ俺の話聞いて。聞かないの？聞けないの？なぜ？いや聞いてるよ。聞いてる？じゃあ俺から行くよ。向こうが自由に言う、俺が自由に答える。何が悪いんだよ。はい、何が悪いって？お前が悪いっつってんだよ。だから何が悪いんだよ。じゃ、お前が言うなって言ってんの？だから向こうが自由にコメント打つ。俺のこと嫌い、マウンティング仕掛けてくる。俺もマウンティング仕掛けてくんなっていう。何が悪いんだよ。何が悪いって。わかんない。言ってることがおかしいって。お前が俺のこと否定してんだろ。そうだよ。お前の発言が否定してんだよ。だから何が悪いんだよ。言いたいこと言って何が悪いんだよ。いや、バカじゃねえよ。何が悪いじゃん。何が悪いじゃん。何が悪いのか言ってみろっつってんだよ。例えば。さっきのやつにこうやってコメントされました。俺はブロックをしないっつって。でもお前はこうやって言ってたんだよ。言いたいことがあるなら突かけて来いよって言ってたにもかかわらず、な、結局お前の言ってることっていうのはそういうことを言うなっていう発言だよ。そういうことって何？だから俺のことをアンチするなっていう内容だよ。お前みたいなやつ言われたくない。全く本質がついてない、それは。俺も言いたいこと言ってんだよ。ただそれだけなんだよ。だからお前は言いたいこと言ってるのに、それにお前はね、とやかく言うことじゃねえんだよ。言うなっていう発言をするんだよな、お前は。
何？お前なんかが言うなよっていうこと言ってたじゃねえか、お前。いや、言って何が悪いんだっつってんだよ。だから、お前の言ってる内容に中身がねえっつってんだよ、バカ。言われるようなないってどういうこと？お前は俺に言ってることをさ、論破しようとしたでしょ。相手が言いたいこと言って、俺が言いたいこと言って何が悪いんだっつったことの答えにはなってないよ。言ってる意味分かってる？俺が持ってきた論題にも全然ずれてるけどな、お前はずらしまくって。ずれてねえわ。いや、ずれてんだけど。ずれてねえわ。いや、ずれてんだけど。だから、お前が俺の話を理解できる脳みそを持ってないだけだよ。お前が理解できないから俺が合わせてやってんだろ。いや、違う違う違う。違う違う。みんな理解できてるから。みんなじゃなくて、お前だけ理解できてないんだって。バカじゃないの。俺が持ってきた論題をなんでお前が理解できるんだよ。お前は聞いて理解するんだろ。聞かないで理解できんのか、カス。だから聞いてるから理解しちゃう。さっきからアンサー出してんだ。ずらしてんじゃん。いやいや、全部会話できてる。俺が最初に持ってきた話言ってみろよ。だから言ってみろよ。答えてるから。タイムシフト見ろよ。忘れた？もう。だから、お前はね、お前はなんで言ってアンサー返してんだ、バカっつったんだよ。アンサー返して何が悪いのっつってんじゃん。違う違う。これで話進んでんだよ。違う違う。違う違う。俺が持ってきた一番最初は、底辺の人間は、お前が伸びるとか伸びないとか見定められるか否かの話なの。何を言ってんの？それに対してお前はその自分の感情を言ってた。お前最初そんなこと言ってないよ。言ってるんだけど。言ってないけど。言ってる。言ってないけど。底辺の人間がっていう定義なんかめちゃめちゃだけど。言ってない、言ってない。お前より下の人間。いや、タイムシフトに残ってるから、お前が最初に言い始めたこと言ってねえだ。じゃあ今聞けよ。ねえ、今聞いてんだけど、話が変わるってこと？いいよ。話が変わるのね、どうぞ。俺が一番最初に持ってきたのはこれ。お前より下の人間は、伸びるとか伸びないかを見定められるか否かな。底辺ってどっから出てきたのさ。お前より下な？お前が自分より下って定義づけたから、それを持って底辺だとし。俺はね、定義づけたのは違えから。な、いいから。な。お前より下の人間。よくないから、お前の定義が間違った解釈をしてるから。何お前、そこなの？だお前より下の人間。そこなのって、だってお前の定義が間違ってんだから答えようがねえだろ。お前より下の人間でいいよって言ってんだから。あのね、意味が分かってない。俺の、あのね、俺のこと伸びないっつったわけよ。あいつは。そうだよ。じゃあ何をもって伸びてるのかを教えてくれっつったの、俺は。わかる？わかる？で、それは月収なのって。社会的地位なの？閲覧なの？全部勝ってるんだけどって俺は言ったんだよ。何が悪いんだよ。じゃあ伸びる伸びないってそこじゃないんじゃない？これからまた先伸びる伸びないの話なんじゃないの？いや、だから、伸びてないやつに何か言われたくねえっつうのが俺のアンサーなんだよ。例えば、俺が言ってんのは、だから伸びてないやつは、お前が伸びるとか伸びないかを言えないか言えないかの話を。だから、その例えでカール・ルイスの話出したんだろ？だから、カール・ルイスの話。カール・ルイスがさ、ね、自分より足の方遅いやつの話聞くか？例えば、だからあいつの話。例えばじゃなくて、それ聞くかどうか、じゃあ、お前はイエスかノーで答えろ。待て待て待て、話を進めすぎ。話を進めすぎ。じゃあ、答えてくれ。お前、カール・ルイス。足早いんだよ。足遅いやつの話聞く？いや、聞くって勝手に言っとけって話だろう。じゃあ、イエスかノーかで答えてくれ。話イエスかノーかじゃん。話ずれてんの？この時点で。話ずれてないよ。なんで答えらんないんだよ。なんで答えらんないんだよ。俺の話だから、お前が話をずらしてるんだって。聞くから。聞くから。それでも聞くから。じゃあ、お前は足が早いんだよ。お前は足が早いんだよ。聞く。足が早いんだよ。足が早いんだよ、お前は。足の遅いやつの話を聞くか、足早くなりたいやつが。聞かないよね。聞きますよ。なんで聞くんだよ。バカか、お前。聞きますよ。もしかしたら聞いてるの、ずっと。俺は聞きたくねえんだよ。俺は足が早くなりたいんだよ。それお前の主観だろ。お前の考え方聞くわけじゃないから。お前は俺のこと論破したいっつって、論じれられてないんだから。だから俺が言ってること全然聞いてない。俺の主観で言わせてもらったらそれは聞くよ。お前だって俺の意見を聞いてる。だからそれはお前の考え方でしょ。俺は聞かないっていうアンサーをずっと出してるんだよ。なんでお前の言うことを聞かないといけないの？セオ、セオ、意味わかる？お前の主観なんだよ。セオ、わかってないの。お前は話聞けばいいじゃん。ね。だけど、お前にその話聞くとしても、なんでお前の考えを俺が受け入れないといけないのって聞いてんの。何受け入れないって言ったら、俺はそれを言ってんの。俺の話とまた変わってるよ。俺はそういうやつが、違う違う。俺、その話じゃなくて、進んでるんだよ、もう会話が。会話が進んでるんだよ。いや、ずらすな。待て、ずらしてない。ずらしてない。全然ずらしてない。だから全然ずらしてない。いや、雑魚って、じゃあ、ね、俺が雑魚だっていうの、お前の方が雑魚じゃない定義を言って。お前の方が雑魚だからだよ。毎回。だから何をもって雑魚としてんの？定義を教えて。ジミーにもやられたけど、うん、定義を教えて。お前と俺、何をもって雑魚だって言ってんの？だから言えよ、勝つの。喧嘩凸が弱いから。喧嘩凸が弱いからって、お前何も言えてねえぞ。言えてんじゃん。お前、管巻いてるだけで、俺全然理路整然とアンサー答え続けてる。バカじゃないの、お前。バカなの、お前が理解できてないからだわ。話が前に進んでねえんだわ。例えばじゃあ、カール・ルイスの話で。だから、カール・ルイスの話で、お前は話を聞くっていう意見だろ？待て、話がどっちらかってるから。お前は話を聞く派なんだよ。足の遅いやつの意見を聞く派なの。それはお前がずらして
てんの。俺が持ってきた論題っていうのは、例えばカール・ルイスが、違う、そういう、カール・ルイスより足遅い人が、そのカール・ルイスがこれ以上伸びるかどうかを見定められるか否かの話なんだけど。ね、もしかしてあいつが配信見まくってて、だからそれはお前がの考えだろ。そもそも俺はそんな話をあいつとしてないっつってんの。そうだよ、そこが分かってないの。俺は大見総長とそんな話はしてないの。お前が勝手にそういう議題を持ってきてるだけなの。そうだよ。だから、だから前の放送を見てくれっつってんの。大見からかかってきたから、ちょっと待って。違うって、お前が。はい、分かった分かった。もう。はい、次の人。もう話ができ、もしもし？もしもし。もしもし。あ、もしもし。米ビュー切って。聞こえてる？聞こえてるよ。米ビュー切って。いや。落ち着いて話そうよ、もうちょっと。落ち着いて話そうよ、もうちょっと。なんだよ。いや、喧嘩越しならないで。要件を言ってくれ、要件を。だから、下なもんだからって、馬鹿にしたような発言するなって。お前だよ、それは。お前が勝手にマウンティング仕掛けてきたんだろ。それを、はいと言わないとダメなんだって。うん、何、うん、いや、意味、言ってる意味がわかんないんだけど。配信ももクソもないんだ。じゃあ配信やめたら、じゃあね。はい、次。もしもーし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 。次の方どうぞ。次の方どうぞ。もしもーし。もしもーし。はい、次の方。もしもーし、次の方どうぞ。もういない？終わりでいい？もういない？終わりでいいの？聞こえてる？声。聞こえてる？聞こえてる？お前と違って忙しいんだよ。とつかかってくるから。聞こえてる？
他にいませんか？いや、もうストレスたまるでしょ。もう会話ができない人たちばっかりやん、もう。もういない？じゃあ終わりにするよ。ラスト5分ね。いや、もう全勝とかじゃないよ、もう。なんだよ、もう。もう寝よ。もう寝よ。疲れたよ俺。いや、いいんじゃない？もう勝った負けたがわからない世界の人たちがいるんだから。はい。何？何？何？はい、こんにちは。はい。はい。喋らない人は結構です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、おはようございます。おはようございます。あれ、大麻取締法違反に対して、ワルドほう。さんどう思いますか？大麻は、はい。非合法でいいと思ってます。基本法でいい。はい。イリーガルな存在でいいと思ってます、僕は。あ、それは入れ墨と一緒ですね。それはいい考えですね。入れ墨も僕はイリーガルでいいと思ってます。はい、そうですよね。はい。あ、間違いないです。うん。ワドツ。ワドツです。大麻合法化してほしい派ですか？いや、合法になったらまあ、申し分ないんですけど、まあ僕らが生きてる世代ではないんじゃ。僕あると思いますよ、多分。ありますか？多分、アメリカとかの流れからすると圧力かかってきそう。タバコが値段上がって10年ぐらいで多分合法化するんじゃないかなっていうのが僕の予想ですね。あ、本当ですか？うん。アメリカあ、がそ多分れ圧力かけてきますは。それはいいこと聞きましたよ。ありがとうございます。よ。うん。ただ、なんでそのイリーガルな方がいいかっていうと、はなんか、大麻合法化を言う人って、自分が吸いてえとか、楽してい捕まりたくねえって、こんなにいいものって言えばいいのに、医療大はい麻がとか、そういう遠回しな言い回しするじゃないですか。もう、みんなそうなんですよ。で、あれ本音じゃなくてうんざりしてるんですよ。なんか体にいいとか、タバコ、そうだね そう。だけど、みんなブリブリになりたいって言わないじゃないですか。いや、だから、ブリブリになりてえよって言って、活動するんだったらかっこいいんですけど、なんかクソダセえなと思ってんですよね。それ間違いない。うん。ワトさん、ださカすオがスでにすそね。れ説教したことありますよ、僕。でも10年後はないでしょ。どうすかね、10年ぐらいで吸えるようになると思いますけどね。いや、そうしたらね、平和な日本がまうん。た戻ってくるのかなと思うけど。もともとだって朝文化って日本、めちゃめちゃ朝文化っすもそうんですよね。ね。そうですうん。よね。あの、神社で配ってたぐらいですからね。だって、未だに炊いてますよね、なんか、天皇の行事で。うん。なんか朝天晩。皇のなんかそういうのあるんですよね。年に一回多分今でもやってると思います。あ朝の、バンバン炊い天てる皇と思のいまなんすよ。かゴールデンバットみたいなのもあるんでしょ？なんか結構決まるやつ。あ、そうなんですか。それわうかんん。ないですね。なんかあるらしいんですよ。その、うん。うん。皇居の
ゴールデンバットがめちゃくちゃ決まるらしいんですよ、うん、はい、であと大麻合法化についてもう一個言いたいことがあって、はい、合法化したいって叫んでるやつ今現時点で吸ってるやつなんですよそうですね、そうですね、だからお前ら吸えてんだからいいだろうみたいなただ捕まりたくねえっていうだけじゃないですか。からするとあの共有したくなるんですよね、はい、そう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 。で、あの僕知り合いでタイマー吸ってる人いっぱいいるんですけど、はい、タイマー体にいいって言いながらヘロヘロに泣きながらなんかニヤニヤしながら言うんですよみんな。まあ見た目はねもうすごいからぶん伸びちゃってね。そう、なんかもうガン決まりの状態で幸せそうな顔してタイマー体にいいよって言われてももう全然説得力ないっつうか。説得力がないねそれね、はい、そういう顔だね。で大体そういうやつってあの赤玉食いながら酒飲んだりとかしてんすよこれ分かりますよこれ。和藤さんなんでそんな詳しいんだよ。いやだからもう僕信用してないんですよその大麻合法化のやつとか。なんか、うん、シラフの時なんかこう詭弁を垂れるんですけどお前吸いたいだけだろみたいな、うん、はい、っていうのが僕の考えですね。おいい考えしてますね。はい、なんかいい気分ですよ今寝起きでコラボに上がってもらったんですけど。ていうか今ブリってますよね。いや寝起きなんであの昨日吸ったものが残ってるのか、はい、いい感じですよ。あ、いい感じですか。はい、はい、あのあそうだ聞きたいことあったんですけど日本のアンダーグラウンドの音楽で、はい、なんかレゲエかなんかに乗って、はい、ブーリー、はい、あブーリーブーリーって歌ってるバンド知らないですか。なんかもう大麻の歌しか歌ってないバンドがあるんですよ。今日と雪が来る今日と雪が来る野菜を食べるってわかりますか。わかんないですわかんないです。エーサグっているんですよ。ひょうと雪が来る、ひょうと雪が来る、野菜を食べるとかってふざけてるやつありますね。なんかそのバンド知りたいんですよね。音源めちゃめちゃかっこよくて、ブーリー、アブーリブーリーって。そう。でも誰か知らないかな。なんか言い分じゃないか。アブリとブリブリを。あ、そうですそうです。だからもうタイマの歌をずっと歌ってるんですよ。はい。なんだっけな。まあまあまあ、僕はバージンなんで、タイマー吸ったことないんで。いや、そこの後に及んで和道さん、それはないでしょ。いや、だから、みんな僕のことを結構ヘビーな仲間とかは、お前はこっちに来いみたいなこと言うんですよ。はい。絶対お前はいつか出会うみたいな。勧誘が半端じゃないんですよ。もうそれこそネズミ講状態ですよ。なんかお前の。タイマー症状なんですね。タイマーどころか、僕ドラッグは、あれ、脱法ハーブしかないです。ああ、脱法ハーブは一番危険ですよね。しかもあれ、5回分1本全部吸い切っちゃったんですよ。オーバードーズですね。エアーゲロとかしましたから、俺。ああ、やばかったですよ。ゲロは出てないのにゲロ入ってるみたいな、エアーゲロ。はいはいはい。だからもう、オーバードーズの経験怖くて、そのドラッグとか大麻とか怖いんですよ、正直言うと。自分はオーバードーズに向かっていくタイプなんですよね。なるほど。あの、ロケットダイブみたいな感じですよ、ヒデで言う。あー、ロケットダイブ破滅に向かってみたいな。なるほどなるほど、ちょっと分かんないですね。まあいつか会えたらオーバードーズ一緒にしましょうよ。いやいや、もう死にかけたんで嫌です嫌です僕は。いや、そしたら無理やり俺あの和道さんのことはあのインシュロックで締めて、はい、無理やりあの血管に静脈注射してオーバードーズ。何、冷たいもんぶち込もうと思って冷たいものもぶち込むんですか。やめてください本当。キンキンに冷えてるやつですよねそれ。そうですよ、いや僕バージンなんで、僕バージンなんで、もう本当に勘弁してください本当に。僕あのナチュラルドーパミン範囲なんで。そうそうそう、ナチュラルで結構なんかブリブリみたいに見えるから。いや見えるんですよね。だから、うん、たまに決まってるって言うけど、子供の頃から脳内麻薬出すぎてるんですよ僕、うんうん、だからなんか仲間に見えるらしいですね。だからお前シラフでそれなのみたいなこと言われますよ。いい感じに落ち着いてる。はい、いや、さんまた遊び行きますよ俺、子供うるさいから。あ、了解です、うん、お疲れ様です。ダメですよ、あんま冷たいのとか話したら悪影響なんで。はい、はい、ありがとうございました。はい、あのさ、お前ら一番まともに喋れるやつがシャブ中だぞ。どうなってんだよこの日本、どうなってんだよ。一番まともに会話ができたやつがシャブ中だぞお前なあ。この枠おかしいだろ。会話ができた人がシャブ中だぞ。なあ、どうなってんだよマジで。唯一会話ができるやつがブリブリのシャブ中だぞ。おかしいだろこんなの。
いや、日本終わりだよ、ほんと。一番まともなやつが役中ってどういうことだよ。そう、やっと普通の人来たとかと思ったら役中だからね。これが日本だよ。うん。めちゃくちゃだろ。終わりだわ。うん。じゃあみんなお疲れ、ありがとうございました。お疲れ様でーす。ブーリー、あ、ブーリブーリー。